中華人民共和国湖南商工業市南学区にある仏教寺院。南大寺は禅宗の総統州、雲門州、宝言州三屋の蘇亭である。南大寺は南朝張の天換年間に創建された。高層平院がその山修地霊を喜び、決案指定した。党の天保元年、石頭紀仙が重視した。 江能の,の南州前方を伝授したので、学者が参集し、寺も、また南方全州第一の大道場となり、また、全州の総統、雲門、方言三屋の祖定となった。南宋の剣道三年、主記が、蝶とこの寺へ観光に来た。明の工事年間、無を障害した。清の高所二十五年、四川純部と総の阿泡雲、福なり、木安が資金を募り全面重立てし、 1904年に落成した。1907年、日本仏教総統集法脈医者玉木仙の第42大法尊の水野培業が率いる日本仏教霊祖代表団が南大寺を訪れ、梅明は寺院に鉄顔書将法名本蔵教5700余巻、培養仏像32福を寄進した。文化大革命の時、公衛兵により寺病などの宗教施設が、 徹底的に破壊され、寺内のすべての文化財が消えた。1981年、太陽国家教の子はキラ人、応用具夫婦は寺院に、近藤仏像一尊を寄付。1983年、中華人民共和国国務院は仏寺を、漢族地区仏教全国重点寺院に認定した。1987年、湖南省仏教協会が宝曇りを招いて、 住職とした。地元政府は寺院を修復する。三門、太陽放電、天皇殿、羅漢堂、増強楼、祖堂、報道、雲水道、混合斜利等。ありがとうございます。